ごめんな、朝配信やってレッスン行って一回帰ってちょっと30分ぐらい寝て、ああ眠いと思いながらもう一回レッスンに行って8時間頑張って帰ってきてショールームやってる、褒めてー褒めてー、褒めてほしい、ありがとう、褒めてくれてありがとう世界一のアイドル天才だね、神だな、嬉しい、褒めて、嬉しい みんながいっぱい褒めてくれる、ちょっと元気になっちゃった、いや、じゃあそんなこと言われちゃったからちょっと元気になっちゃった、偉すぎ、すごいやったねー、やったねー、ひなちゃんは偉いからな、みんなのためにいっぱい頑張っちゃうからな、そう頑張ったよ、今日も今日もたくさん振り入れをしましたね、今日は夏のねツアーがやっぱ始まるので、もうちょっとでそれに向けてのレッスンがねすごい大変だったのよ、どうしたのかな、出たいのかな、寝ちゃった、ふて寝しちゃった、かまってほしかったね、ごめんね、くちゃんはかまってほしかったみたい、うん、そう楽しみやな、楽しみにしとってほしい、どうやって記憶を定着させてるの、あのねなんかもう慣れなんだけど、これは完全に多分慣れたからできるんだと思う、だってもうなんか30分ぐらいでみんなできたりするもん、一曲の振り入れ、うん、そう多分慣れなんだと思うそう慣れ慣れ慣れたらもうできるできるもう慣れしかないのよ、もう覚える記憶を絶対にっていう感じこの時はこれをするみたいな、こっちに行ったらこれをするみたいな、この子の隣の時はこれをするみたいな感じ、感じもう雰囲気雰囲気全部定着、記憶をって感じ、本当にそう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 、なんか歌とさダンス、歌詞か間違えた、歌詞とダンスが合ってる時とかすごい覚えやすい、あこういう歌詞なんだからこういうことしてるんだなみたい、ここをめっちゃ音いい感じに入るなみたい、そうそうそんな感じ、そんな感じ、でもね難しい振りとかあるじゃん、なんかもう甘いっすね時はもうね何回もやるね、そこの部分、そうなんか振りって違うんよ、なんかこう歌割りとなんか歌割りじゃない人だいたい違うんよ、それか紙と霜でだいたい違うんだけど振りって、そうだけど歌割りの振りをつけてる時にさっきのその前のところでやったわからん難しい部分を何回もやっといて一人でこう何回もはい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 みたいな感じでやっといて、あーあーみたいな定着させていくんよ、歌割りの振りが入る頃にはちゃんと前の振りはできるみたいな感じかな、うん、勉強になります、そうだからみんなも1個覚えれなくて これ難しいってところ何回もやる、そして次にこれが一番大事なんじゃない、うん、そうね、まあ、慣れがね一番だけどね、うん、慣れたらできるって感じだけどね、ダンスに関しては結構そうそうそう塾講師みたい、マジかナースさんなのに、ナースさんだよ
そう、今からアイドル目指す子はぜひぜひそうやってやって振りを覚えるんだよ。うん、こんばんは、こんばんは。動画見るだけで、動画見るだけだったらね、ヒナ全然覚えられない。なんとなーくでしか覚えられない。ちゃんと習わんと覚えられんタイプ。そう、動画見てね覚えられるのはね結構いるんだけど、いるんだけど動画見て覚えれる子も結構いるけど、ヒナはねちゃんと習った方が覚えるタイプだ。うん、実践してほしいレベル。じゃあ今度呼ぶね。何々さん入ってください。こちらの部屋ですね。ひなちゃんにワクチン打ってほしい。コロナワクチン打ってあげたい、みんなに。でもひな注射めっちゃ嫌いやから打てんな。痛いだろうなと思って打っちゃうごめんねって思いながら打っちゃうと思った。本当にごめんね、痛いよね、わかるわかる、痛い痛い痛いって思いながら打っちゃう。なんかコロナワクチンさ、めっちゃ副作用でめっちゃ熱が出たりするとかいうの聞いてさ、いいってなってる。マジか、マジかってこと、熱が出る、体がだるいみたいな。マジか、怖いねん。うん、打つしかねえのでかっこいい。まあそれもそう、絶対打って、みんな絶対打って、絶対打って。ひなのおばあちゃんも寝てる、ちゃんと。うん、打ったらしい、ひなちゃんのおばあちゃん、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 おじいちゃん、おばあちゃん、おじいちゃん、打ったら、うん、ちゃんと打ったらしい。いいこと、打つのはいいこと。そうそうそう、元気元気って言いながら打ってたらしい。かわいいね、昨日打ったんですけど、腕は筋肉痛です。そう、筋肉痛になるらしいよ、めちゃめちゃ。なんか上がらんらしい、腕がこう全然腕がね使えんこうなるらしいそれもめちゃめちゃ困るんだけど、ダンスできないじゃんねえ、腕ばっかり使うのに、アイドルなんてもう本当に困っちゃうよね。腕が使えなかったり熱が出ちゃったりする。クシュタン、クシュタンどうしたの？大丈夫？うん、そう、なちゃんが打てあようか、怖い子は。なちゃんがちこっと打てあようか大丈夫だよって言いながら、痛くないよ、よくできましたね、シール貼ってあげようか手当てあげようか。うん、おお、クシちゃんがね出たくてしょうがないらしい。クシちゃんね、ちょっと待ちにしゃい。うん、怖い、確かにこんな笑顔で注射されたら怖いよね。ひなも怖いいや痛いですやん絶対って言ってしまう。いや絶対痛い、絶対痛い、ああ痛い痛い痛い、無理無理無理って言っちゃう、ひないつも。いや痛い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 って言いながらいつも打ってるクシタンが怒んだろうみんな。
ひなちゃんに注射されたいですがさ、注射がさ全部ひらがなのさ注射って書いてた時さ、ひなちゃんに注されたいですって書いてあるんかと思ってちょっとびっくりしちゃった。ひなちゃんこいつと思ってしまった紛らわしい書き方やな。うん、ね、あざとい。本当だよ、今のコメントあざといぞ推しに似たんか。今のコメントはあざといぞ。ちょっとは、注射欲しいになるから。そうなの、注射って言ったら欲しいになるの。マジマジか。ああ画面がなんか暗くなっちゃった。びっくりびっくり。そう、あ、星になっておられる。星になっちゃうんだね。注射、注射 NG でございました。じゃあこれ映してたらバンされるかなこれはしもんじゃないです、注射です。何も入ってません。これ水とか吸い取るやつに似とるよね。多分水とか吸い取るやつな気がするこれこうなんかグッてってくるビシューンってやって遊ぶやつ。寝てた過去ガチ。あ、また寝てる人がいる。やっぱりひなちゃん最初寝たくなってしまうのだな。癒されをボイスで癒してしまうのだ。あーあー、おお、すごい声が。あーおー、わー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 、すごいこれ。なんかね、イヤホンしてる気持ちになる。イヤホンして、そう、 ASMR してる気持ちになる、自分で自分をそう、イヤホンで自分の声で ASMR してる気持ちになるよ。わっ、楽しいよ。そうそうそう、ガチのやつ、ガチのやつ。一人 ASMR 一人 ASMR 状態。そう、明日からさ、もうあれよ、ついにさ、みんなと会えるリアルお話し会が始まっちゃうよ。みんな、ひなちゃんに久しぶりに会ったらみんな何を伝えてくれるのかすごい楽しみ。ドキドキ。存在が ASMR ちょっといつかやってみたいね。 ASMR ASMR ってあれかも、なんかマイクを買わんとダメだよね、確かね。メイク買って、こう右から左から聞こえるようになりますみたいなやつやらんといけないね、確かね。ちょっとやってみたいな、あれ。ひなちゃんには2年以上会ってません。悲しいね。
覚えててくれてるどうか確認。いや覚えてるよさすがに。うん、行きたい。わらわら来ないの、来てほしいな。ピエン、多分会えた瞬間に頭真っ白になる。かわいい、それは。うん、100万回再生。いつかやろうか。ASMR YouTube に動画投稿しようか。でもあのマイクめっちゃ高いらしいよ。ASMR 用のマイク。高いって聞いたことある。なかなかやっぱね、直接会っても話ってできないから、なるべくいっぱいみんなと素敵な時間を過ごしたらいいなって明日は思いますね。勝手に四角やってた。あ、そうだっけ、やってたっけ。なんかマイクちゃんと右から左から聞こえるやつ、あれ、それってそのマイクあるならちょっともらいたいな。もろてもろて やりたいな。ひなの、うん、これめっちゃこうしょぽしょぽやるの楽しい。これめっちゃめっちゃ、ST の公式チャンネルでみんなでやれば自由ありそう。確かに。あなたはどの声が好き？みたい。全員に話しかけられる。朝久しぶりすぎて緊張しそうです。今も緊張する。でも明日はやっぱりね、すごいいっぱいね、やっぱね、可愛いね、格好してね、メイクしてね。髪型してね、みんなの前に現れたいなって思ってる。そういうのが一番可愛いなってやっぱ思ってもらいたいからね。明日はもうすごいよ。なんか遠距離恋愛のカップルって感じだな、ひなたちって。久しぶりに会える日みたいな感じよ。あきらさん、くまありがとう。そう、おニューのねワンピースを着ていこうと思って、すごい可愛いワンピースをねゲットしたんよ。そう、めちゃくちゃ可愛い、着ていく楽しみ。まだ一回も着てない。みんなに会う時に着ようと思って。えへへ、えへへ、まだ一回も着てないんだ。可愛いけどすっごい可愛くて着たいと思ったけど、やっぱみんなに会えるからなーと思って、ちょっとまだ着てない。えへへ、楽しみだな。そう、もちろん次の日も横浜であるんだけど、今日は横浜の可愛いお洋服選ぼうと思います。悩む。ツイッターに写真全力待機。そうね、待機しとって。でも明日、そう、そのなんだっけ、直接会えるお話し会があるけんさ、あまりショールームできんかもしれないね。それがちょっと難点。うん、横浜行くぜ。横浜行くよ。待ってます。楽しみに待っておりますよ。水飲んだ。そう、ちょっとまあ仕方ないと思って。できそうだったらいっぱいやるね。
そう、ちょっと3時間難しいかもしれない、あのマスターさんって。そう、ちょっと朝もねめちゃめちゃ早くてやる時間がないっていうのがもう確定してるんですよ、今日予定見たら。え、朝早っってなってそう、いや、もしかしたらその会場でできるかなって感じだけど、なんか会場も確かやっちゃいけみたいなルールがあった気がするんだよね。やっぱさ、みんながいるからさ、そのみんながこうメンバーもそうだし、スタッフさんとかいらっしゃるからさ、なんかやっちゃいけみたいなルールがあった気がして、そう、やけんできたらやりたいんだけど、うん、まあ書いたらね、すぐしたいと。夜配信はね絶対やると思う。そうなのよね、そうなのよ、大変だよね。そうね、終わってから3時間できたらいいなって感じなんだけど、2時間ぐらいになっちゃうかもな、2時間半とかギリギリできんかも。山山ですよ、ひなちゃんやりたいのは。はじめまして、あら、来てくれてありがとう。よかったらお繋ぎしてね、カウントしてねイベント中なんですよ、初見さん。そこのコメントしてない初見さんもよかったらお繋ぎして、なんだカウントもしてください。つなげにします、来ました。嬉しい。ありがとう。久しぶりに夏アレイ並べるのがめっちゃ嬉しい。確かに。みんなもさ、久しぶりに夏ちゃんのレイに並ぶよね。ドキドキだよね、みんな。レイに並ぶところからもう懐かしいってなるんだろうね、みんな。この感覚懐かしいって思いながらみんなでレーン並んでるのか想像したら嫌でしょ。ね、みんなやっぱりちょっとなんか友達とかと会ったりする久しぶりみたいな感じで、久しぶりって元気だったって、やっぱまだひなちゃんのこと好きだよねみたいな言いながらみんなも並ぶのかな、なんか楽しそう、いいな、混ざってもいいなんかツイッター見てたよみたいな言いながらそんな顔してたっけみたいなこと言いながら、ちょっとひなもやりたいな、それ、その会場のみんなのトークに混ざりたい。連番する、したいよ、ひなもしたい、羨ましい、みんな久しぶりに直接メンバーとお話し会行けて羨ましい、みんなが
緊張して手と足が一緒に動いたらどうしよう。そんなところも可愛いぜ。隣のレーンは見えますか？どうなんだろうね。なんか仕切りとかやっぱあれあるんかな、コロナの感染防止のため。ね、はじめまして、ありがとう来てくれて。うるうるしながら会いに行くね。みんな泣いちゃわない、大丈夫。まあ泣いてても可愛いのでいいんですけれども、こんばんは。時計がさ壊れちゃってさ、壊れちゃったっていうかさ、なんかね変なとこ押しちゃったんだよね。どうしたら治ると思う？なんかさいっぱいこうなんかさボタンあるんだけど、なんか時間がねここに映し出されるようになっちゃったの。いつもここに映し出されてたのに、この大きい文字のところに、なんかここに映し出されてるけんね、なんか使いにくいよ。秒数がね出てこんこんなっちゃって、これどうしたらいいんだろう。分かりゃん。そう、タイマー、タイマーかな、分かりゃん。タイマーとかどこに書いてる、タイムかな、タイム、これ、あ、これか。いや変わらんな。うん、そう、ボタンありすぎて YouTube でしYouTube で調べてみたら出てくるから、何でもやっぱ YouTube 教えてくれるから。モードのスイッチ、モードのスイッチどれ、モード、リセットかな、あれリセット押せないわ、これ押せそうで押せないスイッチだった。モードのスイッチないよ。どれ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 がモードのスイッチなんだい。モードって書いてない、書いてない。モニトルなら書いてある。そう、壊れちゃった。ピンボ消して、ピンパイ。ね、なんて書いてあるかっていうと、SNOOZE スタートストップっていうやつと、クリアプラスマイナスってやつと、 ALARM タイムっていうやつと、クロックタイマーっていうやつと、セットっていうやつと、 WAVE って書いてあるやつと、モニトルMONITOR って書いてあるやつがある。どれ押したらいいの。モニター、モニターね、モニターこれか。ピッ、変わらん、何も変わらんよ君。ん、え、なんか長押したらさ、なんか、え、そんなことなかった、何も変わらんかった、みんな押してるよ今、変わらん。この真ん中の丸いボタン押せないんだよな、リセットさ。
そう。クロックタイマーはどう？クロックタイマー。あ、惜しい。変わらん。何も変わらないけど、本当に。なんでなんで？なんで君は何も変わってくれないんだい？のりしょうさん、くまありがとう。くま。そう。爪楊枝どうすんのこれ。ちょっとシャーペンで押せるかも。ぼっち。え？12時になっちゃったみんな。どうしよう。クッションもびっくりよ。え？びっくりした。爆弾みたいな。キャン！12時になっちゃったみんな。どうしよう。お昼になっちゃった。どうしたらいいこれ。この後どうしたらいいのみんな。1月1日だし。どうしたらいいのよ。助けてよ。ちょっと。どうしたらいいのよ。今年もよろしくお願いしますじゃないのよ。日時設定どうやったらいいのこれ。どうやったら日時設定できる。これポチッとな。何もならんな君な。明けおめじゃないのよみんな。電波時計だからほっとけばそのうちなる。あ、そうなの。じゃあほっときたいと思います。このままでしばらく待ったら戻るんだね。ありがとうみんな。これでなんとか1月1日の12時にタイムスリップしてしまったけど。タイムスリップして。今は1月1日月曜日12時2分。今年今日は7月9日だったはずなのに。しかもきっと22時頃だったら大変だったのに。タイムスリップしてどういうこと。スイちゃんになっちゃった。スイちゃんになっちゃった。ちょっとそこの君教えてくれない？今は何年何月何日？女優さん、こんなナースみたいな格好して。もちろん1月1日です。宇宙世紀0079です。面白いんだけど。宇宙に行っちゃってるそれは。あ、教えてくれてる。9時58分45分。え、待って待って待って、ひよさん今日何時で始めたショールーム。え、今日9時で始めたよね。大丈夫だよね。1時間ぐらい経ってってことね。あと1時間いるんだよね。よし。もう時計が、時計っていうかなんかもうなんかいろいろ分かんなくなってきた。9時から始めたよね今日ね。よかったよかった。
あと1時間あるよ、みんな。そう、何分ぐらいまた戻るんかな、これな。室内の今の気温は 25.8 度、湿度は 69% らしいですね。クッションがいるからさ、もうさ27度8度ぐらいはさ、クッションめっちゃ熱いらしいからさ、めっちゃ下げとキンキン大変なんよ。別にそんなにいつか治ればいいやーって気持ち。急にさよならサーフボードみんなイントロどうみたいにすごいね、ちょっとしか歌ってないの。そう、ちょっと今頭の中にそれが流れた謎に。サーフィンしたことある？ないんだよね。溺れそう、ひながやった。今日もラブビュー。天使はね、ナース。そう、今日ナースだよ。スケボーなら少ししたことあります。すごい、すごいね。ひなもやったことあるんだけど、ない気がする。ひなはね、あのね、スキーはね、やったことある。スキー、過去と未来飛ぶならどっちがいい？ひなは未来は飛びたいな。過去の自分は知ってるけど未来の自分知らないじゃん。ねえ、未来でもちゃんとみんなが元気にやってるか気になるしね。じゃあ今日のご飯何食べた？ひなちゃん今日さ、何食べたっけの今日。今日一食しか食べてないかも。今思い返してみたら、もう眠さと疲れがあって、もう今日さ、あのそうめんをね、うちにあったそうめんを茹でで、あの豚肉さん、豚肉さんがあったから豚肉さんも茹で、もうほとんど昨日の作ってたそばの豚肉とそうめんしかないバージョンのものを食べた。そう、そうだね。もう大根とか人参もあったんだけど、残ってるのがもうめんどくさいってなっちゃった。もう本当に疲れた。もう無理無理無理、何もできないと思って、そう、それだけ。
今日も8時間覚えて、プラスちょっとショールームもねやらないといけなかったから、今日なんか全然食べてないね、思い返したら。なんか思い出してきた、自分がお腹空いているっていうこと鈍感になってきちゃったよりやばい。でももう今日は絶対に睡眠の方を大事にしたいから、ちょっともういいや。そうちょっとなんか朝早いからコンビニ寄ってちゃんと朝ごはん買って食べよう。思い出す途端に気になるやつ確かに。そうでももう夜だし眠いしいいんだよもう。明日の用意しないといけないのがね一番めんどくさい。まあ一泊しないといけないからさ、のこちゃんみんな明日のようにしてほしい。代わりに服入れて、お泊まりに必要なもの入れてであるのめちゃめのこちゃい。もう泊まる準備パッキングってなんであんなにめんどくちゃいんだろうって思う。そうパジャマ入れて、旅行の準備できなさそう偏見いやできるんよ、準備はできるんだけど、とてもめんどくさいやるのがって感じ。やっぱ家って楽だなっていう気持ちになるよね何もしなくても全部自分のものがある。そう忘れ物とかした時にはもう泣きたくなるよね。パジャマ忘れたりするんよよくね。あパジャマってなるそうあパジャマ忘れた。しかもパジャマがさ置いてないホテルたまにあるじゃん。もうその時にはもうね、もう一人部屋だった場合はもうね諦めるよけどそうあもう忘れた、もういいやと思って諦めてることが多い。パジャマ忘れるよ、もうパジャマパジャマパジャマ今日は絶対に忘れないぞ。そう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 、そんな生まれたままの姿ではないな。うん、なんか楽な服、あ次の日着る服が楽な服だった場合はそれ着る。そう次の日着る服もしっかりとした私服だった場合はもうね、そうだね着れるものは着るって感じかなそうミュージアムやね、ヒナのプリキュアって言ってたけど、あの時はちゃんとパジャマ着てたの、ね、パジャマ着てたんだけど、なんかさワンピースタイプのパジャマってさなんかはだきやすいじゃんとってもそうだからもうねいっぱいプリキュアをねドカちゃんにはねいつも見せて、そうでもまあミュちゃんだからね、まあ、逆に見てほしいまであるね、うんいいのいいのミュちゃんだからいいのいいの。
ちゃんはね、なんて言ったらいいの、もうなんか友達以上みたいな感じじゃん、ね、そういう感じ。みゆちゃんじゃなくて、まあミーヒンでも多分ね、お尻で歩いちゃうと思う。お尻じゃないちょっとプリケツな感じで歩いちゃうんだけど、そう、みゆちゃんはミーヒンまでだね。でも他のメンバーだったらちゃんとちゃんと着る、ちゃんとお尻とかも隠して歩く。うん、でよさん、くまありがとう。LINE があるよ、ちゃんとあるよ、恥ずかしい、ちゃんとある。うん、そうよ、家庭的な存在、日の家庭でもお尻出さないけどな、そんなに。うん、まあなんか寝てる寝相的にちょっとよくお尻が出てるとね、怒られるんですけども、はい。そうよ、ゆうちゃんとミーヒンまでかな。そんな感じ。なんでお尻、本当になんでこんなお尻トークをしてるの。誰だよ、みゆちゃんがプリキツって言ってたっていう話したの。誰だ誰だ、許せんぞ。でもよかった、弁解できて、ちゃんとパジャマ着てたっていう弁解ができてよかった。さすがにちょっと弁解しとかなきゃ。いえ、続けてください深く掘るなこれ以上掘るな。うーん、そうよ、続けてください。面接かボイス面白いな。なあみんな、そう、逆にみゆちゃんみゆちゃんのことはね、教えられない。人のことだから、やっぱり話していいセーフティーラインがみんな違うじゃん。そう、勝手に話しちゃいけないよ、人のこと急に怒り出すひな。そうだよ、うかちゃん話してるぞ。え、ひなのこと話した何話されてたの、気になるんだけど、怖いわ。口は硬い方が、そうだよ、口硬いからひな、口が硬いで有名な岩田ひなちゃんです。すごい、めちゃめちゃ口硬い。ひなちゃん好き、ひなも好きくーちゃんがねんねんしてる、かわいいね。
なつさんに秘密が話せるな、絶対話せると思う。けど言わないもん、本当に。うん。本当、本当に信じてほしい。クッションのおねんね顔気になる。ツイッターでね、一回載せたことあるよ。見てみて。いやのツイート、過去のもの。めっちゃ寝顔可愛いけん。パタリって感じ。うん。そうよ。今めっちゃさ、聞く方が好きなんだよね。話すのすっごいね、苦手なんだよね。そう。だいぶ話せるよ。確かにひなちゃん聞き上手だね。本当にみんなの話いっぱい聞くよ、本当に。そうなの、基本聞き手折りなのよ。そう、ひなさんちょっと苦手だけど、ひなちゃんとなら頑張ってる、嬉しい。いっぱい話していいのに。ハロー、ハロー、ハワイよ。そう、会話を試みる岩田ひな。ショールーム、そう、めっちゃショールーム、もうみんなと会える話し会とか握手会とかでめちゃめちゃ話し上手になった。うん、昔よりはね。内容と聞いてほしい、いっぱい教えてほしい、うん、全部聞いてあげたい。そう、ちょっとさ、今日面白いことあったのさ、みんなで話そうと思ってさ、ちょっと聞いてくれる？今日ね、帰ってたらね、そう、1回目のレッスンが終わって帰ってたら、前からなんかコンビニ袋とここの辺コンビニ袋をね下げてて、多分ね、なんかレジ袋、うん、レジ袋下げてて、でこっちでアヒル抱えてると、いや、なんかアヒル抱えてる人いて、えってなったんや。もう4度目ぐらいしたんだけど、すごい癒さで伝えたいの、ちょっとみんなに。ちょっと待ってね、もうね、もう今でも覚えてるの、ひな衝撃的すぎて、その人のことが。イラストに今描いてます、一生懸命。よし、描けた。こんな感じ。こう袋をね、こう持ってて、こっち側にアヒルが出ていたの。どうしたアヒル抱えて、と思ったの。この人がこう歩いてきたのね。そしたらこれちょっと拡大させよう。
これここに謎の黒いゴムがついてる袋だったの。めっちゃアヒルに見えてこれ。なんかこの辺のさ足の方にさなんか謎にこうシワがあってさ中身が真っ白なの。なぜかなんか、ま、中身も真っ白でなんかこの辺も真っ白で、え、何それだって絶対アヒルだと思ったの。しかもなんかちょっとくちばしみたいなのこうシワみたいなのもちょっとここにさあってさ、え、絶対アヒル抱えてると思ったじゃんっていう話。そう、ごどみましたね。うん、こんな人もいたんよ。そう、本当に絶対アヒル抱えてると思ったら白いものが詰まった黒いゴムでここ止めてあるだけだ。本当衝撃。今日の本当にごどみました話でした。めっちゃ似とる。こういう人歩いてきたんよ。絶対アヒルこう抱えてんじゃんと思ったもん。本当にアヒル抱えおじちゃんの話そう、いや本当にびっくりした。そうよ、いやそう、もう普通に信号機渡ってくるけんさ、もうあーびっくりした本当にそうびっくりしたって話でした。そう、お昼にアヒル抱えおじちゃん見つけた話。滑らんな。いやちょっと面白い話を始めるよ風で始めた時にちょっと滑ったらどうしようと思いながら話してたけど、よかった、みんな面白がってくれてそう、いやでも本当にアヒルだと、もうだからしかもこんな思ってたのかツボすぎてちょっとそう衝撃、本当に面白かった。ひな岩との滑らない話でございました。そう、びっくりしたな。滑ってなんぼやで、大阪の人いるわそう、面白いやろっていう話だよ。避難室間に合った、よかったね、よく帰ってきたね。誰かお話かね、アヒル抱えてきそう。ダメだよ、ちゃんと荷物チェックされるから怪しまれちゃう、うん、こんばんは、こんばんは。でもこういうさ、ちょっと面白い話ってなんかこういうショールームでよく話してる気がする。一番話しやすいね、ショールームは。何でもいいや、話しても。今日って何分までやる？今日ね、11時までやるよ。うん、見てね、ありがてぇす。うよ、今日も3時間やっておりますからね。そう、
そういえば今日ちょっと岩田ヒロメンタルクリニックしようと思ってたのに。みんなお悩みないですか？お悩み募集しておりますよ。コメントで最近の悩みを打ち明けてくれたったら、ひなちゃん何でも答えちゃうよ。さあ、迷える子羊ちゃんたち、何でも言ってごらんなさいませ。 LINE が来た LINE が来た LINE が来たが何にも見えんこうなっている。見えた。ひなちゃん見ていると悩み忘れる。嬉しい。仕事のモチベーションなかなか上がらない。もうそういう時はね、どういうところがそのお仕事に対して嫌なのかっていうのを文字に書く。文字に書くか、メモとかに打てるじゃん。ペペ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 ペ、ああいうのに書く。そして自分のしたいことも書く。そしてやっぱりこのお仕事のこういうところを頑張ったらいいんだな自分はっていうのを見つけるべき。本当にそう。うん。これ大事ですね。やることやったらいいよ。うん。嫌なこともいっぱいやらないといけないんだけどね、お仕事だからやっぱり。そう、それはね、ちゃんとね、お給料というものも出てますから。はい。全然痩せられなくて困ってます。わかるー。もうそういう時ある。しょうがない。人間のもの。食べることが大事。三大要件に食欲は含まれている。いいんだ。どうしても痩せたいと思った時は絶対に痩せれるんだからいいんだよ。そう。本当にそう。出したのクッション。クッションだった。ジタバタしてますね、さっきが。どうしよっかな。そう、自分の武器を探す的なね。そう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 。クッションすごい出たがって、もうちょっと前でね、あと30分ぐらいで終わるから。大きい耳と尻尾を生えてきて、人参が最近好きなんですが、泣き。そうね。ウサギになりかけてるんだよ。ちょっと動物要因かな、行くの。いてもらって。課題やんなきゃいけないので、ショールーム見ちゃう。うわぁ怒ってるな。ちょっと待ってね、クッション。ごめんね。よかったよ。ごめんね、クッションさん。もうちょっと出しといてあげようかな。ちょっと。さっきの悩みに答えてから出そう。さっきの悩みは、課題やんなきゃいけないのだね。そう。聞きながらも、できるんじゃない？でも見ちゃうんだよね、きっとね。そうだよね。それすごいわかる。聞きながらもできたらいいよね。ちょっとクッション出してあげるね。クッションがさ、あまりにもさ、ジタバタジタバタ言うからさ。どうしたの、クッション出たいね、あんたね。暴れてたのに、もう出ないんかい。
思わせぶりな態度取られとるわ。やれやれ、うちのウサギはとっても思わせぶりなんですよ。めっちゃパキって言った。思わせぶりの態度取られた。みんな誰かのせいでピザが食べたいです。待って、ピザっていう言葉っていいよね。なんかピザって聞いたらピザめっちゃ食べたくなる。めっちゃわかるそれ。なんでピザってあんなに食べたくなるんだろう。今ね、ピザとお寿司っていう言葉は必ず食べたくなるね。だからピザとお寿司という言葉すごいと思う。そう、グッションね、ちゃんとご飯あげたんよ今日はね。お家見てる。ピッてされた。うん、思わせぶりなやつ。肉はな、なんか時と場合による感じがする。お肉はいやー今なーみたいな。月たまにあるお肉は。ちょっとお寿司とピザはね、なんかいつでも食べたいね。うん、めっちゃ見てきてるんだけど。怖いぐらい見てきてた。何、やっぱり出たいの、あなた。あなた。しょうがないわね。行ってきてあげようか。あなたすぐ見てくるじゃないの。怖いわよ。目で殺しにかかって起こってるわよ、そういうのは完全に。暴れおる暴れおる暴れうしゃぎちゃんですね。グッションね、この辺に映らないと見えないかも。ちょっと映りやすいようにこうやっとこうか。今でもこっち側にいる。左、ひなちゃんの左足にいます。しょうがないからね、出してきた。すごい見えてきた。あ、今映るんじゃない。グッション、こっちこっち、グッション、おお、おもちゃだね。くしゃくしゃ。あっち行っちゃった。そう、いつか映るかもね。クッションさんはね、下バタ言っとったのでね、ソファーに登ったりはねしませんね。なんかすごくビビりちゃんなので。うん、おお、見た今。今この辺すごい速さでこのソファーの下に潜り込んでた。おお、ダメでしょこれ。これダメだよクシちゃん。クシちゃんのこと聞こうかな。じゃん、なんかもぞもぞって音しか聞こえないですね。ちょっともぞもぞって音しか聞こえないです。ちょっとたまに音鳴ってたけど、どうしたの。うん、そう、やっぱ背中やから。聞こえんかった。毛のもぞもぞって音しか聞こえんかった。残念。うんうんうん、また通ったん。たまに通ると思う。どこ行った。あ、いたいた。抱っこできるの、抱っこ嫌いなんですけど、なんか知らない場所に行ったりしたら
すごいおとなしく抱っこされます。お菓子くれる時ぐらいしかね、抱っこさせてくれないね。バッチリそれ。めっちゃ鼓動早いよ。トト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 トって感じ。そう、そうなのよ。内弁慶なのよ、くっちゃん。そう、ビビりなのでね。こんばんは。おお。飛び跳ねよ。噛まれんこうなってきたね。でもさっきちょっと足噛んできてたね、ひなも。ひながさっきさーん、窓みたいなところ、部屋、クッションのお家の中の窓みたいなところ開けてたり、よしよーしって沿って、すごいバッグの上乗るじゃん。まあ出しとったのが悪いから。おい、噛んじゃダメだぞ。窓みたいなところ開けとったら、クッションが窓からピョーンって出てきちゃって、そう、それでね、まあとりあえずちょっとだけ遊ばせといたんだけど、ガリガリ死なない、ガリガリ、ガリガリ、ガリガリ死なないでください、やめてください、やめてくださいよ、ほら、ガリガリ死なないでください、降りて、このバッグ降りて、クスタクスタバッグ降りて、降りて、もうクシタンだろう、クシタンだろう、やめてよ。出た？そしたらバックに、バックにすごい、なんかすごい今日はバックに興奮中ですね、完全に。これバックぐるぐるしてる。バッグに興奮しております。この辺にバッグ置いとこうか。よっ、クッション来るか、クッションをおびき寄せバッグ、お、来そう、あ、ビビっとる、あ、来た。バッグが気になってるよ、クッション、かなり今日はビビっとる、ビビりうせき、おうおうおう。映ってる。バックでおびき寄せたよ。クシュパン、バックが気になるの。何かにこれね。何と思う？可愛いでしょ。そう、耳かわいそう、耳がね、垂れ耳なんですよ。こっち来た、どうしたんだい。ずっとバッグの周りぐるぐるしてますね。バッグがいいみたいです、今日は。はい、ちょっとだけクッション落としながら配信しとこう。かわいい。クッション落としたったらさ、ずっとみんなクッションのこと気になるくない？クッションってかわいすぎるけんさ、やっぱり罪なんやね、そういうとこ。やっぱどうにかしてほしい。かわいすぎるよ、あんたはね。かわいいですね。うん、スクショが難しい。クッション動きもあるからね、取れたら奇跡。あ、攻撃したな。そう、みんななんか飼ってる？ペット。
それか実家が帰ってますとかあるかな。かわいいの。白いのが、この白いのはクッシャンというオーランドロップのブルーアイドホワイトでございます。ハムスター2匹とポメラニアン。あー、クルマちゃんに会ったのダメだよ。モフだね、モフ好きだね、モフガリガリするの。次は毛布に夢中になっておりますね。よいしょ、よかったね。お尻ふわふわ。ワンちゃん2匹飼ってた。ワンちゃん飼ってみたい。ワンちゃん飼ってます。ワンちゃん飼ってみたい。昔インコ飼ってた。インコかわいいよね。昔ホッキ鏡買ったことある。怪我しててちょっとだけ買ったことある。お嬢さんねえ、ワンワンかわいいよ。ワンワンガジュガジュダメよ。ワンワン買ってみたい。なんか警戒してる。昔犬猫亀飼ってた。すごいな、犬猫亀。平和の世界すごいですね。ティーカップブードル、ティーカップブードル昔飼おうか悩んでたやつだ。ティーカップブードル可愛いよね。ちっちゃくて、ちっちゃい動物結構好きなんだよね。え、何噛んでるの？そう、ナイフ。これは、これファイルだね。ダメだ、なんかね。まあいいか。うん。なんだよ。とりあえず今ウーパールーパー買ってます。ウーパー充電が充電がないと怒られちゃった。ウーパールーパーはね、幼稚園がねかわいいね。幼稚園がね、あのウーパールーパー買ってました。なんだよ、チュンチュンしてきて。今日はすごい元気ですね。タオルがすごいガリガリしますね。ちゃんと可愛いないと三章王になるらしいので。そうなの、ウーパールーパーと三章王って同じなの。マジ、そりゃ困ったね。プチタどうする。プチタ、プチタもウサギじゃなくなることってあるのかしら。何食べてんの？これダメだよ。これね、食べるみたいな。これ毛、毛じゃないけど、モフモフふわふわ。あの可愛い姿。チビ、このチビが恥ずかしがり屋なんですよ、うちの子。え？なんか噛んでる？これ噛んじゃダメよ、あなた。あなたね。真っ白だね、確かに。真っ白ケーキだからな。カバンと戦ったような気がする。うわあ、クッシュダッシュ来たよみんな。
あの音が聞こえたらクシュダッシュです。めっちゃ速いんよ足が。みんなウサギ飼ったことないのかな。それかナウでウサギ飼ってる人いないのかな。ショールーム見てる人で。ウサピョイ伝説。ウサピョイ、ウサピョイ。クジタン、なんでそんなとこにゴロンとしてるの。ひなちゃんの匂いがするんでしょ。ひなちゃんの匂いがするからそこにゴロンってしてるんでしょ。ねえ、ひなちゃんのことが好きだね。くした。君は愛バカンツキョンパキョン走り出す。くしも走るよね。うさぎ飼ったことある。お、嬉しい仲間。うさぎいましたが野良犬に小屋壊された。つらっていうか外で飼ってたんかい。マジかい。なんだよやめて。これはダメです。これダメなんで。あ、そうだよね。学校でさ、小学校、沖縄の小学校もウサギさん飼ってた。でもさ、あのウサギさんたちさ、よく外で生きられたなと思ってる今は。え、絶対暑かったよねと思ってる。クシュダッシュね。またタオルと戦ってから。あ、うんち出たよ。うんちうんちうんち。そう、小学生の時飼ってた飼ってた。なあ、何してんの何してんの。やめて、ひなちゃんの毛布いじめないで。そんなにいじめないでよ。ひなちゃんの毛布やめて。モフがいじめられるよ、みんな。見て、みんちゃんのモフがいじめられてる。ねえ、いじめるな、やめろ。いじめられるよ。伸ばされてる。モフ伸ばされてる。いじめるな、いじめるなよ。伸ばすな。伸ばしてほしいの。しょうがないな。伸ばしてあげようか。こうやったらいいんでしょ。ほら、ほら伸ばしたよ。これでもう満足。伸ばしたね。ほら伸びたでしょ。満足してくれた様子。帰っていきました。本当に帰っていたんだが、毛布が伸ばされてないのが気に入らんかったらしい。どういうこと。毛布伸ばされてないのが気に入らんかったの。おー、クシュダッシュだ。伸ばしたかったらしい。面白いな。几帳面なウサギ。 A 型か。 A 型かもしれん。これはね、私気に入らないもんね。の毛布が伸ばされてない。さっきからさ、すごいもうひなちゃんの物の上で寝るんだけど、なんであんなに物の上で寝るんだろ
ヨンちゃんの匂いがするの？いい匂いだから好きなんでしょ？ねえ、かわいいやつめ。お、さあ50分になっちゃったので、もうあのランキング男女を読んでいきたいと思いますね。おーおー、すごいね。あ、伸ばされてないところが気に入らないのか。すいません、伸ばしますんで。あ、うち、うちかね、うちね、はい、ぽい、伸ばすよ。はい、じゃあ伸ばすよ。はい、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 頭ブンブン振って。はい、ではでは、ランキングを読んでいきたいと思います。おお、13位はじめさん、おめでとう。あ、違う違う、ランキング20位から読みますね。20位横直さん、おめでとう。横直さんのことが好きだそう。おめでとう。19位しじまーるさん、なんて言うんだろう、新春日和かも。おめでとうございます。しじまーるさんのことが好きだそう。18位のるしおさん、ナビスウィーク、ナビスウィーク楽しんでくれてますか、ナビスさん、ありがとう。17位小心さんって読むのかな、元気だね。おー、すごいね、いくしたん。はい、おめでとうございます。小心さんのことが好きだそう。16位アキラ、米印ひなたさん、あきらさんのことが好きだそう。おお、すごいですよね。今日もひなたんで嬉しいですよ。15位犬張子さん、犬張子さんのことが好きだそう。おめでとうございます。14位リオさん、リオさんのことが好きだそう。おめでとうございます。すごいね。おお、すごいね、クリちゃんね。うん、13位が誕生さんです。13位がはじめさんです。おめでとうございます。はじめさんのことが好きだそう。すごいね、すごいね、あいあい、すごいですよね、すごいですよね。12位が台湾の5さん、台湾の5さんのことが好きだそう。11位もあるさん、癒しパワーありがとう、今日も君は偉い、嬉しい。すごいね。今日はナースさんで癒しをあげれたならとても嬉しいでございます。偉いよ。10位ツーさん、ひナース最高かよ、やったね、かわいいでしょ。癒されたかな。9位がケンイチさん、ひなちゃん今日もお疲れ様でした、大好きなソン。ケンイチさんもお疲れ様でした、ひなも大好きなソン。そして8位がソウルメイトさん、ソウルメイトさんのことが好きだそう、おめでとう。7位がいつきさん、いつきさんのことが好きだそう、おめでとう。6位ハマピーさん、ハマピーさんのことが好きだそう、おめでとう。5位がジョンさん、ジョンさんのことが好きだそう、おめでとう。4位がヨシアさん、ひなちゃんに会いたいなそう、もう一回。おめでとう。サインがチュンカさん、チュンカさんのことが好きだそう、おめでとう。2位が元気くん、元気くんのことが好きだそう、おめでとう。そして1位がドゥルルルパパーン、あわちゃんです。今日も大好きということで、今日も大好きだよ、おめでとう、ナンパマン。あー、また口をうんちして、よいしょ。それではですね、皆さん今日もたくさんスペシャルギフトやコメントありがとうございました。あ、パチパチのねコメントもありがとうございます。いや本当にですね、今日はねひなすのかこういたしました。はい、みんなの最近の疲れを癒されてたら、なんと
思いますね。はい、もうクスちゃんの登場で結構みんなも癒されたと思うんですけど、今日は最後まで見れた、可愛かった、よかった、それは、うん、もう診察はいいですか、ちょっともう終わりですね、2時間営業なので、ひなすさん深夜の2時間働いてるんで、また診察されたい方は明日のね配信も見てください。明日の配信予定はまたあのツイッターにねツイートしますので、ツイッターフォローしてない方はフォローしておいてください。あとインスタグラムもですねやっておりますので、インスタグラムの方もね、ちょっとあと 10% しか、10%あの充電ないんだけど大丈夫かな、がギリ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 いけるよね多分ね。そう、インスタグラムの方もね今日はナース来たので、ナースの投稿もねどうしたのしようかなと思いますよ。はい、お仕事行くたんなんだよ、おお毛布が気に入らんのか、これがピシッとしてないからそんな足の間に通って、うん、そうよ、どっちが先か本当だよ、ギリギリの戦い、うん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 、タン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 、クッシャンが足の上ぴょんぴょんするんだけど、みんなまた来たなんだお前は、おーおーおお、すみんなに見てもらうか、この様子を、最後にクッシャンとして終わるか、ピタン、あれピタン、こっちにいるの、見えてるこれみんな、どこ行った、バーン、見えてるこれみんなに、ヒヨのヒヨの方からじゃ見えない、クッシャンのこと、一回コメント欄見よう、見えたいない、いないかった、ごめんね、ちゃんとちゃんと深くまで見えてるこれみんなに、クイタン、あにゃクイタン見えてるこれ、ごしょぐた、いないだと、あ、いた、え、いた、よかった、見えてたってクシちゃん、よかったね、ずっと足の方をうろうろしております、彼女は、彼女じゃない、彼は、はい鈍化してたかやっぱ忍者やからな、毛布と鈍化しちゃう、こしゃぐ、なにそれ、なにしてんのクシちゃん、こしゃぐった、この野郎この野郎、はい、ということで皆さん今日もあっ金舞台スペシャルギフトコメントたくさんありがとうございました。あの無料でできるね、お砂着とか、カウントとかもねやってくれてありがとうございました。そう、ツイッターでね明日の配信、明日のひらびスイークのね予定また載せますのでねえ、ピチュタンカマチョなの、かわいいね、そう、ツイッターフォローしてない方フォローしてね、インスタグラムもナースさんのストーリーあげようと思いますので、今から撮ってぜひぜひ、いやーペロって舐められた、足ペロって舐める、やめて、いやー腰が痛い、いやもうクシちゃん、クシちゃん、はい、やめ足が大好きなようで、はい、そうだよ、ちゃんと荷造りしないといけないから、クシちゃんこの後荷造りするから、あなたは帰るのだよ、すぐお家にね、はい、それじゃあ皆さん今日も一日おつぴよんでした、また明日のひなびスイークで会いましょう、あと2日間イベント楽しんでいきましょうね、一緒に、バイバーイ、アツピヨーン。